日向坂46が14日、公式サイトを更新。卒業を発表している加藤志穂、東村芽衣、ニュー朱莉、浜岸日和の今後の活動について発表した。加藤志穂ら、卒業イベントツアー参加可否について発表。9月18日リリースの12スシングル、絶対的第6巻の活動をもって日向坂46から卒業する4人。今回、公式サイトでは、全国ツアー2024ですが、グループからの卒業を発表しているメンバー4名のツアー参加に関してお知らせいたします。とし、それぞれのツアー参加可否、卒業イベントについて説明した。なお、卒業予定メンバー4名とも、東京ドーム公演に関しては、何らかの形で東京ドームのステージに参加できないか協議中ですと報告。詳細は、後日改めて発表させていただきますと結んでいる。発表前文9月14日、土曜日、12時より、ファンクラブ会員選考の申し込み受付が開始となる、全国ツアー2024ですが、グループからの卒業を発表しているメンバー4名のツアー参加に関してお知らせいたします。加藤志穂すべての公演に参加を予定しています。東京公演の初日、12月25日、水曜日に、卒業セレモニーを開催する予定です。東村芽衣。すべての公演に参加を予定しています。全国ツアーとは別に、本人の卒業イベントを調整中です。ニュー朱莉腰痛のためすべての公演に不参加となります。全国ツアーとは別に、本人の卒業イベントを調整中です。浜岸日和神戸公演と福岡公演に参加いたします。福岡公演の2日目、12月5日、木曜日に、卒業セレモニーを開催する予定です。上記、卒業予定メンバー4名とも、東京ドーム公演に関しては、何らかの形で東京ドームのステージに参加できないか協議中です。詳細は、後日改めて発表させていただきます。Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.